本当に最近、調子いいチームというのは知っていますし、うん、しっかり自分の対戦相手を見た上でえで、ー、これから多分チームのミーティングもあるので、うん、しっかりとした準備を怠った上あやった上でえで、ー、勝ち点3を取れるように、うん、全力を尽くしたいいと思いますす、うん、そうですね、まあ、でも追いつくためにはもう僕らは勝たないといけないのでもうとにかく本当に残りの試合できるだけ多くの勝ち点を。 取った上で、えー、差が縮まることを、えー、祈るだけかなと思ってます。そうですね。まそこまであんまわからないですけど、でももうチームに勢いが出てるのは確かですし、えー、いろんな選手を獲得して、えー、今本当にファンたちがファンがもうみんなベロドロームに戻ってきてるっていう話を聞いて、実際目で見て感じてってそういうのがすごく今嬉しいですね。